皆さんどうも、本日はですね、おにぎりメンバーさん先行公開ということで、お店で食べるようなね、もうめちゃくちゃ柔らかくてしっとりとした鶏胸肉のチキンステーキ、和風クリームソースを作っていきたいと思います。はい、焼き方一つでね、ものすごく本当鶏胸肉と思えないようなめちゃくちゃ美味しい料理ができますので、ぜひ皆さん真似してみてください。この工程はなくてもいいんですけど、もし時間があればやってください。一番最初に鶏胸肉をね、できるだけ常温に戻すために戻して、火の通りをねしやすく、中までしやすくするんですけど、その間だけ約30分ぐらいなんですけど、塩麹につけてください。こちら大さじ1、彩り用のパセリ、こちらみじん切りにします。それからニンニク、こちらはすりおろすんで皮だけ取っときます。まあ、ちょっとちっちゃいんでもう一個使います。はい、で香りと酸味、軽く加えるためにレモンも、これ入れるとね、さっぱり、クリームでもね、さっぱり食べられて美味しいんで、これは絞るように半分に。では少し漬けた鶏胸肉ですね、今回は皮もしっかり使うんで、こう伸ばしといてあげてください。で、気になる筋みたいなのがあったら取って、そしたら両面塩コショウします。有塩のバター使う場合はちょっと控えめで、僕は今回有塩のバター使うのでちょっと控えめにするんですけど、無塩バター使う場合はもうしっかり下味つけちゃってください。そしたらよく擦り込んであげて、そしたら見ればわかると思うんだけど、鶏むね肉って分厚い方と分厚くない方って結構差があるんですよ。こうなってると火の通りが均一にならないんで、より長く焼かなきゃいけなくなって硬くなっちゃうんですよ、鶏胸肉が。なのでそれをね、均一するために、でもチキンステーキっていうぐらいなんで厚みをねしっかり感じられるようにしたいので、このこっち側の太い部分、厚い部分だけ平たく叩いていこうかなと思います。これまずポイントですね。したらもうこういうので叩いていくと、そんなにね強く叩かなくても、普通にねどん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 平らになっていくんで、強く叩かないでください。同じような厚みになるぐらいまで叩いて平らにしてください。そしたら小麦粉で表面コーティングします。まあ、香ばしくね焼けるっていうのもあるんですけど、旨味を逃がさない
水分を逃がさないっていうためでもありますね。強めの中火、バターはこれ有塩です。30入れます。じゃあバターが焦げる前ふつふつしてきたら皮面から、表面がこんがりするまで焼きます。多分片面 1,2 分だと思うんですよね。浸してみます。もうちょっと皮面焼きます。これいい感じですね。じゃあ表面香ばしく焼けたら一旦火止めてバットに移してソース作ってる間だけ余熱でヒートしておきます。できるだけ冷めないようにね、こんな感じで密封して置いておきます。この間に余熱でね、結構中までまた火が通るんで。玉ねぎは薄切りで、ちょっと玉ねぎ多かったから半分でいいかな。でプラス今回は舞茸入れます。はい、そしたらさっきのあのフライパンのままでいいんで玉ねぎ炒めます。まあ、強めの中火ぐらいで、焦げ始めると一気に焦げるからそれだけ気をつけて。はい、軽くきつね色になってきたら舞茸も入れちゃいます。これぐらいの色になったら火止めてニンニクすりおろし入れます。はい、そしたら軽くかき混ぜて生クリーム 200ml 入れます。でここにあごだし小さじ1、みりんを小さじ2、入れたら弱火で、強めの弱火かな、でちょっとふつふつするまで、沸騰は絶対させないように。そしたら鶏肉戻します。はい、これも旨味なんで入れてください。そしたらこっからがポイントでございます。ソースをかけてあげる上から。これでゆっくり火を通していきます。これがね本当にめちゃくちゃ大変な作業なんだけど、これが一番美味しく出来上がるので
で、これ片面7分ずつぐらいは、だからまあ大体15分ぐらいでかけてゆっくりやるんですけど、片面7分ずつぐらいでかけるときに、分厚かった方を中心にかけてあげる感じで、で途中あまりにもね水分が少なくなりすぎてたら、ほんのお水足しても OK です。一回ひっくり返します。でひっくり返してさらにまたかけていきます。はい、したら後半になってきたら最後レモンをかけていきます。レモンの入れる量はちょっと入れてみてから味見してみてください。僕は今回半量でいいかな。で後半になってきたらお水は入れないでください。ソースがね濃厚なままにしたいんで、最初かける時だけ。多分絶対大丈夫だと思うんで、これで一回止めて分厚い方中身確認してみます。ではカットしていきます。もう完璧。ちょっとまた熱すぎる。これ完璧です。こちらでしっとり超柔らかチキンステーキ濃厚和風クリームソースの完成でございます。じゃあ早速盛り付けていきたいと思います。こちらで完成です。じゃあ早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。ちょっと冷めちゃってるんですけどね、もうサムネがなければ。まあまあしょうがないね。いやでももうちょっとめっちゃでかいけど、いただきます。めっちゃ柔らかいよ。いやもうね、フォーク入れてわかるもん。てか切ってる時もわかったけど、あ、めっちゃうまい。あ、しかも、まあ正直ちょっと冷めてはいるじゃん。うん、冷めててこの柔らかさ。じゃあいただきます。めっちゃうまい。うますぎる。これはやばい。これは驚くよみんな。すごいよ。マジでうまい。すごい、ちょっとしっかりが入ってんだね。めっちゃしっとりしてて柔らかい。100g 60円だよこれ。とはもう到底思えないよね。うん、マジでうまいんだけど。ちゃんとした何。うん、洋食屋さんじゃなくてイタリアンかフレンチか分かんないけどさ、うん、そういうところで2800円とかで出るやつ。マジでうまい。で、あとこのソースがもう単純にめっちゃうまい。もうこれでパスタとかにしても最高だと思う。これをマジで作ってもらいたい。これマジで食べてみてほしい。この柔らかさやばいんだけど。すごい。ちょっとさ、これ今さ、ちょっと切っていっちゃいそうだからさ、力入れられないんだよね、うん、でもそれでも切れるぐらいだから、もうなんて表現していいのかわかんない、この柔らかさが。ちょっとパンつけていいっすか。そう、俺もパンやりたい。ちょっと待って、でも先に。うん、これこれ、
すぎる。でこう生クリーム使ってるのにさ、うん、ちょっとほんのりさレモンの酸味がくるからさ、全くむつごくないの。これ優勝だわ。いやこれマジで66円の肉とは本当にもんやと思う。そうだね、驚きだよね、うん、これこそ。いやこの味を知ったらマジでぼったくりの店出せるって。すごいよこれ。自分で言うのもなんだけど、なんかさランチでさ、うん、2000円とかして出して食べるさお店あるじゃん、うん、あっちよりも自分の方が美味しいなって思うぐらい本当に美味しい。ついこの間経験したしね、うん、んなんかね、そうなんか値段のね、そうやっぱさお値段以上じゃないとさ、だこれだったらさ本当にあの別にそのさ2000とかさ3000とかじゃなくてもこれ普通に500円ぐらいで提供できるレベルだから多分びっくりする、もう大繁盛よ。マジでうまいわ。ということで本日はですねおにぎりメンバーさん先行公開ということで、はい、あの鶏胸肉の柔らかしっとりチキンステーキ和風クリームソースでございます。作らせていただいたんですけど、あのまあ動画でもね、結構細かく説明はさせていただいてるんですけど、あのねやっぱ多少ないのね、その手間はかかってしまうんですけども、でもこうちゃんのねこのリアクション見ていただければ、うん、あの分かる通り本当に 100g60 円と思えないその鶏むね肉のね美味しさを味わえると思うんで、ぜひね真似していただけたらなと思います。しかもそんなにね、はい、別に材料難しくないんで、単純にもう本当に作り方次第でこれだけ美味しくなるよっていうのをね、あの皆さんにお伝えできたらなと思っております。マジでこれ肉の柔らかさの衝撃と、あとこの単純にソースの美味しさ、うん、ダブルパンチでくるから、うん、ほんまに食べてみてほしい。ちょっとこれはまた今度温かいうちに2人とも食べられるように、もう皆さんはもうねもう動画とか関係ないんで、もう温かいうちに食べてほしいですね。温かかったらもうより柔らかさ味わえると思うんで、はい、ということで本日は以上になります、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それじゃあまたね、バイバイ、はい。